横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ14回戦の模様をお送りしてまいります。ベイスターズの先発は右のウィーランド、対するスワローズの先発は右のブキャナン、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは山田。第1球投げました、外を際どいボール。第2球投げました、危ない球。第3球を投げました、インローギリギリいっぱい、ストライク。第4球を投げた、打ちました、センター前に出る、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番中村、投げた、初球空振り、いきなり150キロ。第2球投げた、打ちました、ファウルボール。第3球を投げた、高めボール球打った、ファウル。投球これから4球目、ストライク、空振り三振。最後は147キロストレート。第1球投げた、初球から打ってった、ヒット。ユヘイ、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。初球空振り、投球これから2球目、ナックルカーブ見送ってボール、アウトローへ、これはわずかに外れています。カウント1ボール1ストライク、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。ファーストランナーをちらっと見て投げました、外角を泳いだ、スタンドに入りました。ファーズ、第5球投げました、ボール、カウントは2ボール2ストライク。第6球を投げました、150キロ直球、空振り三振。スワローズスコアボードにゼロの文字が入ります。1回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは桑原。第2球、2球目空振り。第3球を投げました、空振り。さあ、4球目、ボール、大きく外れました。カウントは2ボール2ストライク。次は5球目、投げました、外れた、ボール、カウント3ボール2ストライクです。第6球を投げた、打ちました、ライトへ飛んだ、ライト前に出る、これはヒットになります。桑原、ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球投げた、初球から送ってきました、ピッチャーの右へ転がした、山田取ってアウト、ランナー2塁に進みました。スワローズ先制のピンチを迎えます。第1球投げた、見送ってストライク。第2球投げた、直球見送ってストライク。さあ、2ストライクと追い込んだ。第3球インコース低め、ボール、カウント1ボール2ストライク。投げた、流し打ち、どうだ、取りました、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げました、低め見送ってストライク。振り返って2塁牽制球、もう一度2塁牽制球です。再び牽制球を送ります。ドキャナ、ランナーの動きを警戒して、流し打ち、ファウルボール、高め、空振り三振。二塁までランナーを進めましたが、先制点には至りません。1回の裏が終わりまして、スワローズ立ち上がりを無得点に。2回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターはリベル、ボール、まずはインロー、わずかに外れました。第2球投げました、2球目ストライク。第3球は3球目ストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、ボール、はっきりしたボール球、平行カウント。第5球投げました、インコース引っ張った、レフトへの当たり、ヒット。
ッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9球投げました。初球ナックルカーブ空振り、少し迷ったか。第2球、ここは送りバント、ピッチャーの右へ転がした。一塁送球、石川取ってアウト、ランナー二塁に進みました。ベイスターズ先制のピンチを迎えます。さあ次の投球、危ない球、投球は3球目、投げた、完全に外れた、ボール、カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げた、直球空振り、タイミング合いません。次が5球目、ボール、ボールカウント3ボール2ストライク。第6球を投げた、空振り三振。バッターは8番大松、投げた、ナックルカーブ見送ってボール。第2球投げた、空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、サークルチェンジはストライク。二塁牽制、二塁タッチセーフ。第4球を投げました、見送ってボール、完全なボール球、カウント2ボール2ストライクです。第5球投げました、打った、右中間へ持っていきましたがセンター取ってアウト、スリーアウトチェンジ。最後はバックに助けられました。2回の表が終わって0対0、スワローズチャンスを生かせませんでした。2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは宮崎。第2球投げました、2球目空振り、これで追い込みました。追い込んでから投げました、1つ外してボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた、サードチェンジはボール、カウントは2ボール2ストライク。次は5球目、ボール、これは完全なボール球、カウントは3ボール2ストライク。さあ6球目、打ちました、打球はライトへ、ライト前進、ヒット、宮崎ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。初球送りバント、サード取った、アウト、ランナー二塁に進みました。スワローズ先制のピンチを迎えます。打ちました、初球打ち、センター前に出る、ヒットになります。梶谷いいバッティングを見せました。スワローズなおもピンチが続きます。投げた、1球目ストレート空振り、少し迷ったか。サードランナーちらっと見た、第2球ストライク、投球は3球目、ランナースタート、キャッチャー送球、二塁セーフ、ランナーを二塁に進められてしまいました。ライト高め、空振り三振。バッターはピッチャーウィーラン、投げた、ただのカーブ、ボール、まずアウトコース低め。第2球投げた、ボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げた、肩のカーブはストライク。第4球を投げました、サークルチェンジ空振り。追い込んで第5球、ボール、これはわずかに外れています。カウントは3ボール2ストライク。投球はこれから6球目、カットボール、空振り三振、ピンチを連続三振でしのぎます。得点圏にランナーを送りましたが先制点を挙げられませんでした。2回の裏が終わりまして0対0、スワローズピンチ。スワローズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターピッチャーヌキャナ、初球を打ちました。第2球投げました、外角高め見送ってストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、三振、ウィーランド3球で仕留めてみせました。バッターはトップに帰って山田、第1打席はセンターフライに倒れています。投げました、初球外れてボール、これは完全なボール球。第2球投げました、打ちました、1・2塁間への当たり、1塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスには中村、今日の第1打席はスイングアウト。
さあ次の投球、投げた、2球目空振り。第3球を投げた、3球目空振り。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球はストライク、見逃し三振。最後は見逃し三振に打ち取られました。3回の表が終わって0対0、両チーム無得点です。ベイスターズ、この回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは桑原。第2球投げた、真ん中ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、打ちました。ブキャナ取った、ピッチャーから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、ストライク、膝元厳しいところ、まずは入れてきました。1球目ストライクから第2球ストライク、これで追い込みました。第3球は完全に外れた、ボール、1球外します。さあ4球目、ボール、カウントは2ボール2ストライク。次は5球目、打った、セカンド左横のゴロ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッター頼れる助っ人ロペス、第1打席はファーストフライに倒れています。スワローズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げました、打った、フラフラッと上がった、掴んで、これで3アウトになります。横浜スタジアムからお送りしております、横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ、序盤終了しまして0対0。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターは雄平、初球サークルチェンジ、空振り。第2球投げました、ストライク、これで追い込みました。第3球を投げました、ボール、カウントはワンボールツーストライクです。投球これから4球目、ボール、カウントツーボールツーストライクです。さあ5球目、打ちました、フラフラッと上がった、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番バレンティン、通算200号本塁打まであと5本としています。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。初球空振りから第2球投げました、見送ってボール、カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました、打った、これはいい当たりだ、入れば先制だ、さらに伸びていく、ヒット、ボールはセカンドへ。バレンティン、いいバッティングを見せました。ベイスターズ先制のピンチを迎えます。バッターは5番リベロ、第1球投げた、初球打った、これは内野フライ、マウンド後方をつかみました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第1球投げた、ボール、ベイスターズここは引っ張りに警戒します。第2球ストレート空振り。投げた、ボール、はっきりしたボール球、カウンター2ボール1ストライクです。第4球は打ちました、フラフラッと上がった、取って、これで3アウトチェンジ。得点圏にランナーを送りましたが先制点には至りません。4回の表が終わって0対0、スワローズチャンスを。4回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは筒香、今日の第1打席はスイングアウト。第2球外角、ボール、わずかに外れました。カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げた、見送ってストライク。次は4球目、投げた、打った、ライトフライ、飛距離は出ていません、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番宮崎、これが2度目のバッターボックス。投げました、見送ってストライク。投げました、あっと引っ掛けた、
みました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは6番戸柱。第2球、内角外れてボール、カウントは1ボール1ストライクです。第3球を投げました。ボール、これはわずかに外れています。カウントは2ボール1ストライク。第4球を投げました。直球ストライク、インローへ。第5球投げました。打ちました。ファーストの左、畠山ボールを取る。畠山自らベースを踏んで3アウト。ルキアナこの回ピシャッと3人で抑えています。4回の裏が終わりまして0対0、まだ得点に動きがありません。5回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。バッターはバントの名手大引き。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げた、外角高めいっぱい、ストライク。軽く追い込んでまいりました。第3球を投げた、147キロ直球、空振り三振。大引き、全くタイミングが合いません。投げた、決まった、ストライク。ベイスターズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げた、ストレート見送ってストライク。もう追い込んでいます。追い込んでから第3球を投げた、ストレート、空振り三振。ウィーランド、見事なピッチングです。決まってストライク、145キロストレート。第2球投げました、2球目ストライク。投球は3球目、投げました、膝元、空振り三振。ボール球で仕留めました。スワローズ力及ばず、三者連続三振に打ち取られました。5回の表が終わって0対0、依然両チ。5回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは梶谷。スワローズ、ここは引っ張りに警戒します。第2球投げました、インロー空振り。投球は3球目、投げました、低め、カットボール外れてボール、大きく外れました。カウントは2ボール1ストライクです。投げました、空振り。スワローズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。追い込んで第5球、空振り三振、バットアウト。バッター、バントの名手石川。通算1000本安打、あと3本としています。今日の第1打席はスイングアウト。初球ストライクから、内角高め、ボール。カウント1ボール1ストライク。第3球は危ない球。第4球は打った、流し打ち、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャー、ウィーラー。さあ次の投球、ストライク、膝元厳しい球でした。これで追い込みました。第3球を投げた、外れた、ボール。完全なボール球。カウント1ボール2ストライク。さあ4球目、完全に外れた、ボール。大きく外れました。カウントは2ボール2ストライク。投げた、打ちました。打球は三遊間へ、一塁へ送る。アウト、スリーアウトチェンジ。ブキャナ、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。前半が終わりまして0対0、ベイスターズこの回も得点。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターは山田、今日はセンターフライとセカンドゴロ。打ちました、引っ掛けた、フラフラっと上がった、ショート落下点に入りました。掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは上田。第9球投げた、初球見送ってストライク。まずは決めてきました。第2球投げた、打ちました、宮崎掴んだ、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは3番雄平。投げた、見送ってボール。さあ次の投球、投げました、2球目ストライク。投球は3球目、投げました、シュートはボール、低め、わずかながら外れています。カウントは2ボール1ストライク。投げました、アウトコース高め、空振り。第5球投げました、打った、破ってった、ボールは中継。雄平、ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。
バッターは4番バレンティン。通算200号本塁打まであと5本としています。これが3度目のバッターボックス。第2球投げました。2球目ストライク。肩越しにランナー見た。追い込んでから第3球を。ストレートはボール、外角高め、完全なボール球。カウント1ボール2ストライク。投げた、シュート、見逃し三振。6回の表が終わって0対0。スワローズこの回も得点を挙げられませんでした。さあここは守備を変えてくるようです。ベイスターズこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは桑原。第2球ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。追い込んで第3球を。空振り三振。桑原全くタイミングが合いません。バッターは2番倉本。投げた、初球から打ってった右中間へのフライ。これはヒットになります。ボールは中継、倉本ツーベース。スワローズ先制のピンチを迎えます。さあ先制のピンチで迎えるバッターはロペス。この後に控えているのは筒香。投げた、打ちました、初球打ち。レフトへの浅いフライになった。レフト取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。まずは2塁牽制、タッチはセーフ、2塁はセーフ。初球空振り。第2球決まってストライク。投球は3球目、投げた、空振り三振。横浜スタジアムからお送りしております。横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ、6回までが終了しまして、ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。トップバッターはリベル。投げた、まっすぐ見送ってストライク。第2球ナックルカーバーストライク。これで追い込みました。第3球を投げました、ボール。カウント1ボール2ストライク。第4球は146キロ速球、空振り三振、2者連続三振。第1球投げました、直球ストライク。ベイスターズここは引っ張りに警戒します。第2球これもしかし空振り。第3球を投げました、低めボール球打った、ファー。第4球を投げました、変化球、空振り三振。3者連続三振。バッターはバントの名手大引き。ここまで2三振といいところがありません。初球空振り。第2球投げました、2球目ストライク。これで追い込みました。追い込んでから第3球を投げた、アウトコース低め、空振り三振。最後はスイングアウトの三振に倒れました。7回の表が終わって0対0、依然両チーム得点はありません。7回の裏、ベイスターズラッキーセブンの攻撃に入ります。この回のトップバッターは宮崎。第2球投げた、打ちました、ファールボール。第3球を投げた、3球目ストライク。追い込んでいます。追い込んで投げた、ボール、はっきりしたボール球。カウントは2ボール2ストライク。次は5球目、見逃し三振。代打は荒波。第1球投げた、決まってストライク。いきなり151キロ。第2球投げました、内角低めに送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げました、ボール、わずかに外れました。カウント1ボール2ストライク。次が4球目、投げました、打った、ライトの右、ヒット。ボールが点々と転がっている。ボールは中継、荒波ツーベースヒット。スワローズ先制のピンチを
を迎えます。バッターは7番梶谷、今日3打席目。投げました、外角高め見送ってストライク、いきなり151キロ。第2球投げました、打ちました、ショート右横のフライになりました。大引き、落下点に入った、掴みました、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げた、1球目ストレート空振り、いきなり151キロ。第2球投げた、カットボールはボール、これはわずかに外れています。カウント1ボール1ストライク。3球目空振り、追い込んでから投げた、打った、第5球投げた、152キロ直球、空振り三振。2塁までランナーを進めましたが勝ち越しはなりませんでした。7回の裏が終わりまして0対0、ベイスターズラッキー。さあここは守備を変えてくるようです。投げた、外れた、ボール。第2球投げました、シュート決まってストライク、タイミング合いません。投げました、ナックルカーブ見送ってボール、アウトコース高め、カウンター2ボール1ストライクです。打ちました、センター方向へ持っていきましたが取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャーブキャナン、ここまで2三振といいところがありません。投げました、ナックルカーブ見送ってストライク、投げました、3球目空振り、タイミング合いません。第4球を投げました、ストライク、空振り三振、最後は147キロストレート。第9球見送ってストライク、第2球打った、痛烈な当たり、センター前進、取りました、これで3アウト。スワローズ結局この回3人で攻撃が終わっています。8回の表が終わって0対0、スワローズ今田す、ベイスターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャーウィーラン、1球目空振りからボール、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げた、変化球ストライク、インローへ追い込んで投げた、変化球、空振り三振、2者連続三振になりました。打順は1番に帰って桑原、第2球投げた、内角低めいっぱいストライク。第3球を投げた、ボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた、打ちました、さあ5球は5球目、追っつけて打つ、ヒット、桑原いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは2番倉本、第9球投げました、初球はストライク、ファーストランナーをちらっと見て、第2球打ちました、内野ゴロ、リベボールを掴んだ、二塁へ送る、セカンドフォースアウト、これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。第9球投げました、カットボールはボール、第2球投げました、打ちました、セカンド左、二塁アウト、スリーアウトチェンジ。8回までが終了しまして0対0、まだ得点に動きがありません。バッターは2番上田、今日2度目のバッターボックス、投げました、打った、1球目ファウルから投げました、ボール、1球外してきました。第3球を投げた、3球目ストライク、第4球を投げた、流
足打ち、どうだ、ライナーだ、ヒットになります。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ、バッターランナー二塁でストップ、上田ツーベースヒットを放ちました。ベイスターズ先制のピンチを迎えます。今日2本のヒットを放っている雄平、ネクストバッターサークルにはバレンティン、初球を打ちました。1、2塁間のゴロ、ベースカバーに入る。ウィーラン取ってアウト。ベイスターズなおもピンチが続きます。さあこのゲーム最大の見せ場となりました。見送ってボール。第2球投げた、ナックルカーブ、見送ってボール、これは外れます。カウントは2ボールノーストライクです。投げた、シュート、見送ってストライク。次は4球目、投げた、打った、前進守備のファーストの上、ファースト落下点に入りました。ファーストキャンバスの後方、ボールを掴みました。第9球投げました、初球決まってストライク、まずは入れてきました。第2球投げました、見送ってストライク。追い込んでから投げました、打ちました。第4球を投げました、打ちました。第5球投げました、打った、一塁線いい当たりですが右に切れていきます。投げた、危ない球。投球これから7球目、内角低め、ボール、これは完全なボール球。カウントは2ボール2ストライク。引っ張った、ヒット、打球が転がっている。スワローズついに得点が入りました。1対0。ウィーランド、ここは踏ん張れませんでした。ウィーランド降板、マウンドに上がったのは三上。最終回1点ビハインドの場面でマウンドに上がります。スワローズ代走を送ります。山崎一塁に入りました。右バッターボックスは6番畠山、これが4度目のバッターボックス。第9球ランナースタートを切った、キャッチャー二塁へ送球、盗塁を許します。山崎今シーズン2個目の盗塁を決めています。ベイスターズ外野は浅めの守備を取ります。追い込んで投げた、打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。9回の表が終わって1対0、スワローズ最終回でなんとか得点を挙げました。さあここは守備を変えてくるようです。9回の裏1点を追いかけます。ベイスターズの攻撃、この回の先頭バッターは筒香。スタンドからはなんとか1本と期待をかける声援が響いています。第2球投げた、高くカーブ、ボール、カウントは2ボールノーストライクです。第3球を投げた、ストライク。投げた、打った、左中間のフライ、掴みました。ブキャナン完封勝利まであと2人。右のバッターボックスは5番宮崎、今日はここまで3打数1安打1三振、見送ってストライク。投球これから2球目、インコース高め、空振り、少し迷ったか。第3球は完全に外れた、ボール、大きく外れました。カウント1ボール2ストライク。さあ4球目、ボール、これは完全なボール球。カウントは2ボール2ストライク。第5球投げました、打ちました、左中間へのフライですがこれはヒットになります。ボールが転がる、宮崎ナイスバッティングです。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。ベイスターズ代走投入です。柴田一塁に入りました。バッターは6番峰井、今日初めてのバッターボックス。第9球投げました、初球を打った、右中間へのフライですがヒット。柴田二塁回って三塁へ、峰井いいバッティングを見せました。スワローズサヨナラのピンチとなりました。ベイスターズ代走を起用します。田中二塁に入りました。さ
これが試合を決定づける場面となるか。スワローズここで前進守備を敷きます。ボール。さあ次の投球、ランナー走った、スクイズを狙ってきた、掴んだ、スクイズ成功。スワローズ最終回で追いつかれました。1対1。受けばここは踏ん張れませんでした。今日2三振の石川、通算1000本安打はあと3本としています。スワローズ一打サヨナラのピンチ。投球これから2球目、ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球、1球外した、ボール、カウントは1ボール2ストライクです。第4球を投げました、打った、ライトへ上がった、掴んでこれで3アウトになります。9回の裏が終わりまして1対1、延長に入ります。さあここは守備を変えてくるようです。第9球投げました、初球空振り、初球空振りから投げました、高速スライダー見送ってストライク。投球は3球目、投げた、打ちました。第4球を投げた、外れた、ボール、カウントは1ボール2ストライクです。投げた、打ちました、いい当たり、ボールはレフトへ飛んで取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番西田、これが2度目のバッターボックス。ストライク。第2球投げた、見送ってストライク。投球は3球目、投げた、1球外してボール、カウント1ボール2ストライク。投げました、ボール、カウントは2ボール2ストライク。第5球投げました、ムービングファーストはボール、カウントは3ボール2ストライク。第6球を投げました、ムービングファースト、空振り三振、バットが空を切りました。バッターは代打奥村。第9球投げました、初球落ちるスライダー空振り。第2球投げました、縦のスライダー決まってストライク、キレのある変化球。投球は3球目、投げた、打ちました、左中間へ持っていきましたが取って、これで3アウトチェンジ。三上、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。延長10回の表が終わって1対1、現在同点です。ブキャナ降板、ここでマウンドに上がったのはルーキー、これが30試合目の登板。ピンチヒッターは音坂。第9球投げた、外角高め見送ってストライク、いきなり156キロ。第2球投げた、ボール、カウント1ボール1ストライク。投球は3球目、投げた、空振り。さあ4球目、流し打ち、ファウルボール、投げた、インコース引っ張った、ライトへの打球掴みました。これでワンアウト、ランナーありません。打順はトップに返って桑原、今日はここまで4打数2安打1三振。1球目空振りから、第2球危ない球。投球は3球目、投げました、スライダーボール、カウンター2ボール1ストライクです。第4球を投げました、スライダー見送ってストライク。第5球投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番倉本、投げました、危ない球、投げました、顔の前通過。第3球を投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、打った、センター方向に持っていきましたが、センター取りました。これで3アウト。ルーキー、この回きっちりと3人で抑えています。
三上降板、ルーキーの立花、これが8試合目の登板。スワローズこの回は打順よく1番からの攻撃、右バッターボックスはトップバッターの山田。スワローズここは何としても塁に出たいところ。第2球投げた、危ない球。第3球はインコース空振り、タイミング合いません。第4球を投げた、4球目空振り。次は5球目投げた、直球空振り三振。まずは先頭バッターを三振に切って取りました。投げました、低め決まってストライク、まずは決めてきました。1球目ストライクから第2球決まってストライク、タイミング合いません。第3球を投げました、ボール、カウントはワンボールツーストライクです。次は4球目投げました、打ちました、鈍いゴロ、倉本取った、一塁へ送る、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番雄平、今日はここまで4打数2安打。第2球投げました、ボール、完全なボール球、カウントはツーボール。第3球を投げました、3球目ストライク。次は4球目投げた、4球目空振り。追い込んでから投げた、打ちました、三遊間の打球、一塁送球、記録はヒットになりました。さあ、ツーアウトから勝ち越しのランナーが出ました。先ほどからサードの守備に入っています荒木、見送ってストライク。初球ストライクから投げた、ストライク、これで追い込みました。投球はこれから3球目、危ない球。第4球を投げた、打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。11回の表が終了して1対1同点です。ルーキー降板、右の石山、今日3人目のピッチャーとして登板です。ベイスターズこの回はクリーンアップからの攻撃になります。バッターは頼れる助っ人ロペス、今日はここまで4打数、初球引っ張った、ヒット、ロペスいいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトでサヨナラのランナーが出ました。ベイスターズダイソーを送ります。山崎一塁に入りました。左バッターボックスは筒香、これが5度目のバッターボックス。投げた、縦のスライダー、ボール、はっきりしたボール球。第2球投げました、危ない球。第3球を投げました、3球目ストライク。投球これから4球目、真ん中に決まった、ストライク。第5球投げました、打ちました、三遊間のゴロ、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、ツーアウトランナーなくなりました。投げました、見送ってボール。第2球投げました、ボール、アウトコース低め、はっきりしたボール球、カウントはツーボールノーストライク。投げた、ボール、大きく外れました、カウントスリーボールノーストライクです。投球これから4球目、4球目ストライク、1球見送りました。第5球投げた、縦のスライダー見送ってストライク。第6球を投げた、打った、センターへ上がった、センター掴んで、これで3アウトになります。立花降板、マウンド上は山崎、これが24試合目の登板。12回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは山崎。スワローズここはなんとか塁に出たいところ。投球これから2球目、スライダーはストライク。追い込んで投げた、ボール、
わずかに外れました。カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた、打った、破った、ボールは中継、山崎ナイスバッティングです。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターは6番畠山。ゲッツーだけは避けたいところ。第9球投げました、初球バント、ピッチャーが左へ転がした、アウト、ランナー二塁に進みました。ベイスターズピンチを迎えます。投げました、ストライク、アウトコース厳しいところ、まずは入れてきました。1球目ストライクから、第2球アウトコース低め、ストライク。第3球を投げました、三振、大引き、全くタイミングが合いません。右バッターボックスは8番西田、今日はセンターフライと三振。セカンドランナーちらっと見た。第2球直球決まってストライク。セカンド牽制球です。二塁タッチはセーフ。投げました、見送ってストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。さあ4球目、変化球、空振り三振、2者連続三振でピンチをしのぎます。得点圏にランナーを送りましたが勝ち越し点は挙げられませんでした。12回の表が終了して1対1、現在同点で。石山降板、マウンド上ピッチャーは秋吉、これが20試合目の登板。延長12回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは高城、投げました、2球目空振り。第3球完全に外れた、ボール、カウントは2ボール1ストライク。投げた、打ちました、これは内野へのフライだ、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番梶谷、投げた、ボール、スワローズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げた、インロー際どい球、ボール、膝元外れます。カウントは2ボールノーストライクです。投げた、危ない球、スワローズここは引っ張りに警戒します。第4球は決まった、ストライク、ここは1球見送ります。第5球投げた、ストライク。第6球を投げました、145キロ直球、空振り三振。バッターバントの名手石川、通算1000本安打はあと3本としています。今日はここまで4打数ノーヒット2三振。第2球見送ってボール、これは完全なボール球、カウントは1ボール1ストライクです。打ちました、右中間へ持っていきましたが取りました、試合終了、引き分けで終了です。ご覧のようにお送りしてまいりました一戦は1対1引き分けで終了しています。実況担当は堂前秀夫で横浜スタジアムからお伝えしました。